来拍个，现在第几章了？第二章。黑街魅影，耶梦加流开始时，民众正准备，他不明白为什么依赖立刻的部分，老成员战斗力还不如自己这个新人，让他说，热爱生活才是的招募成员的最重要指标。如果需要的话，我可以帮你。不用了，我自己来就可以了。OK。妈妈也会表扬他，没错，就是这样。有点不对劲。看这两个，真的是这个设定怪怪啊！偷懒。最重要的条件是什么？拯救世界而建立的组织吧。最重要的条件应该是要够强大吧。对生活的爱和热情，这和任务成功率有什么关系？你慢慢会理解的。我马上要取得大家的信任。那就是要重点。戦を始めます。今。非常好。戦う。不服输，四万九。それでも地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう。はあ、味気ない。戦う。内卷、五万六。それでもわらわが先にぶ。はあ、味気ない。戦う。もう六万四。この私に逆らう愚か者はどこで、はあ、味気ない。戦うま招募標準戦を始め地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう、はあ、味気ない。戦うま潜入作戦調查金属活体金属活体是危险的物品，污染会扩散，还发生爆炸。有什么线索要向我报告？我的想法是，来脑补。你有在听唢呐说话吗？认真听。那我知道了。那孩子没问题，不用担心有在。看这设定真是很屌。调查金属活体。哎、欸，这画得很好。可以交给我吗？哎、欸，交给你。作战计划，希望吧。それでは、わらわが先に。味気ない。戦っ。この私に逆らう愚か者はどこで、はあ、味気ない。戦う風雪昭和さん地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう、はあ、味気ない。戦う平地上は十万先手必勝という言葉があります。味気ない。戦う。絕對温感。それでは地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう。味気ない。戦うま。美人計畫。就赶紧试试吧。好的，我来去了解了。
打个主意。哎呦，哎呦，原来如此。这样是不是就可以了？没错，成功可归咎于我呢。妈妈一定会表扬我的，没错。哦，啊，原来如此。啊，通关，轻松，轻轻松松。今日开启最高指令，还有一次机会，哇，过一下最高指令。先手必勝という言葉。地獄で斧が響きさんを悔やむがいいでしょう。つまらないものです。はっ、つまらないですよ。永遠の死を与えようじゃないか。せいぜいあがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。騒がしいです。流れる雲を集め天神の門を見、我が裾で羽ばたきを促す。諦めてはいけません。最後まで戦いましょう。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。猛炎すらいてつく極寒を身をもって思い知れ。騒がし、つまらないものです。いや、つまらないですよ。はっはっ、噛みつぶしてやる。ママのために。地獄で斧が響きさんを悔やむがいいでしょう。つまらないものですよ。いや、明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。せいぜいあがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。おだまりなさい。噛みつぶしてやる。流れる雲を集め天神の門を、我が裾で羽ばたき。諦めてはいけません。最後まで戦いましょう。はっ、噛みつぶしてやる。猛炎すらいてつく極寒を身をもって思い知。ママのために。敵弱すぎ、止まらない。そうか。啊，那就黑阶轮盘来转一下喽，再转武士，看看。幸运的，真的好爽哦！好爽！当然一定赚。ねえねえ、最近ここの在庫たまりすぎだ。重置。好，那破完第二章，再玩个探索，好不好？这个四十一，充满回响水晶的房间，四处闪烁的红色光芒，警告智慧生命不要接近这里。
伊芙利特原来长这样，为什么瓦基特也在这边？对我一件安静什么事？第三次陪着从什么赐予什么水结，不管来吧。赐水结是朔金联盟的传统节日，一点有一点关系，没错。确定吗？不确定。但拉普拉斯已经开始行动了，那里可是朔金联盟，一定要试试看。没问题，太随便了吧？确实很随便，努力吧。来来来，この私に逆らう愚か者はどこです？敵弱すぎ、止まらない。戦を始めます。今こ、はあ、味気ない。ただ露西法師、戦を始めます。地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう。流れる雲を集め、天神の門を折る。我が裾で敵の羽ばたき、はっ、永遠の死を与えようじゃないか。えい、えお黙りなさい。つまらないものですが、お受け取りください。諦めてはいけません。最後まで戦いましょう。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。勝利しました。それでは、わらわが先に歓声が聞こえぬとしても、こ、それでは、わらわが先に気持ちのいい勝利だったな。それもこれも、戦を始めます。地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。せいぜいあがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。騒がしいです。流れる雲を集め、天神の門、我が裾で尖閣の刃、もう逃げられないよ。諦めてはいけません。最後まで。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。勝利しました。この私に逆らう愚か者はどこです？気持ちのいい勝利だったな。それもこれも、先手必勝という言葉があります。気持ちのいい勝利だったな。それもこれも、それではつまらないですよ。噛みつぶしてやる。ママのために。地獄で斧が非力さを悔やむがいいでしょう。そこで、やつまらないものですが、お受け。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。あがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。敵
消息不久前，你让你的精英优化体连命都不要了吗？是吧，金队长？找到了加密算法，已经破解，足够了。用这个人的身份给特赖立刻传递消息。票通过。啊、来来来。敵の動きはよ。はっ。はっ。ママのために。地獄で斧が響きさんを悔やむがいいでしょう。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。もう逃げられないよ。永遠の死を与えようじゃないか。せいぜいあがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。騒がしい。えい。はっ。そこでつまらないものですが、お受け取り。明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。噛みつぶしてやる。絢爛たる光が地獄で斧が響きさんを悔やむがいいでしょう。諦めてはいけません。最後までただ、あなたの運命はすでに見き、流れる雲を集め天神が我が裾で尖閣の幅、つまらないですよ。永遠の死を与えようじゃないか。せいぜいあがくがいい。凡人どもよ、黒煙の力を思い知れ。お、还是请。敵弱すぎ、止まらない。其他一件事我没有说，还有一件事情，这可能是陷阱，可能和物质分解有关系。不要告诉我 ，OK？ 那简单的，我要试夜望。让我打，分析基地，好，换个回溯，干枯。地獄で斧が響きさんを悔やむがいいでしょう。つまらないものですが、明月の夜、邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。気持ちのいい勝利だったな。Thank you.
始めま、はっ、噛みつぶしてやる。えっ、地獄で斧が非力さを悔やむがいいだし。つまらないものですが、お受けとめいつにより邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。気持ちのいい勝利だ。それも任務完成。治療瓦吉特。您受伤了。非力さを悔やむがいいでしょ。はっ、名月により邪神と雷鳴を共に降臨させよ。永遠の死を与えようじゃないか。気持ちのいい勝利だ。
去看有会不会有这时候爆破，觉得一个都没有。奥罗拉对话，甚至无敌的是拉斯普塔，那边提供武器，这样能够很快的研究。找我们，那你们最棒的力量就是未来全问题全部都找我们，让我们的力量。分析基地这里加2000，不错。电影好了，那就选择吧。我看一下转一下啊。の場所はありますか？後で見せてくださいね。ここは気持ちが落ち着きますわ。うん、ここ結構広いし、体を鍛えるにはちょうどいいな。集団生活は軍隊で慣れっこよ。楽しい時間は過ぎるのが本当。静かでいいな。あれ？ここの拠点の素敵。写真撮ってブログに載せよう。懐かしい匂い。ここは居心地がいい。林道工業のデザインに似せ、研究の邪魔をされないなら何でも。楽しい時間は過ぎるのが本当に早いですね。僕
安心して眠れそう。世話になる。家具全换。